安倍隆の投資 TV はい、皆さん、こんにちは。アレス投資顧問株式会社代表の阿部です。今日も始まりました、安部隆の投資 TV のお時間です。今日はですね、11月19日日曜日に動画の方を撮らさせていただいております。いつもですね、この動画の方をご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。この動画はですね、全体相場の流れから、個別名から私なりにピックアップさせていただきまして、解説させていただいております。 お時間許しましたらね、あの、ぜひ最後まで聞いていただければ大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。CPI 非常にボラがでかくなることを想定しておりましたけれども、えー、前回10月はですね、えー、CPI ショックという形になりまして、大きく下げていったわけなんですけども、えー、今回は逆 CPI ショックという形で、えー、日経平均大幅高という形で、ね、一、えー、時800円を超える上昇という形になりましたけどもね、えー、その後ね、3万3000、日経平均3万3500円前後をね、行ったり来たりというような状況、9月のね、えー、ほぼほぼ高値に貫わせ、えー、あわや年初来高値を更新 するかというところまでやってまいりましたね、えー。今後の展開気になるところだと思います先週もあのお話しさせてもらってたんですけど上昇に対する違和感 えー、そんなお話させてもらってましたけれども、えー、ちょっと投資部門別動向などを見てですね、まあ非常にこの上げ方、この4月からですね、6月までの天井を打った上げ方とはちょっとね、えー、違うような動きが感じられます。えー、そういったところも、ちょっと解説させていただきたいなというふうに思っております。えー、それから個別目からですね、えー、これまでちょっと上げさせていただいておりました、あーレーザーテック、まあ非常にまあ年、ね、初来高値更新をとって、 してるわけけなんですけどもソフトバンククグループニレック、えー、そういったところのね、えー、解説後の、ね、動きはどうなっているのか、そういったところも追ってみるのと同時にですね、えー、新興市場小型株もですね、えー ほぼほぼで、決算で揃ってきました。ね。えー、という状況の中で、9522リニューアブルジャパンですね。え、こちら第3四半期を迎えてですね、え、最終第4クォーターへ向けての動き、え、気になるところだと思います。え、そこもね、ちょっと解説させていただければなというふうに思っております。え、それではですね、まず全体相場の方から参りましょう。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、それではですね、まず全体相場、米国市場の方から見ていきたいと思います。まあ、先週の重要ポイントでありました、14日の10月米 CPI ですね、えー、消費者物価指数ですけれども、まあ、総合、コア、指数ともにですね、えー、伸びが事前予想を下回ったという形で、市場ではですね、米国再利回りが下落し、株式市場は大幅高となりました。 今月の FOMC でのですね、パウエル FRB 議長のハト派よりの発言からですね、金融市場の緩み、株式市場への資金流入がまあ加速したあーという状況の流れだったわけなんですけども、まあ、この CPI の結果を受けてですね、さらに上昇に白車をかけている状況となっております。まあ、ここからさらにですね、 金利低下株、株価上昇というシナリオがですね、継続するか否かということになりますけれども、このまま一気に逆回転が進むとは思えないんですね。で、あの、まずこれまでの高止まりしてきたインフレに対してなんですけれども、うんまあ、急激なあり上げペースもですね、7月の5.25%を止まって、 高止まりしているわけなんですけれども、つまりこの現状の短期債においてもですね、大きく下回るということはですね、えー、今のところですね、早急な利下げっていうのはね、考えられづらい状況だと思います。えー、実際にですね、16年前と、まあ現在の金利水準、まあ長期債、10年債利回りもですね、まあ5%つけたのはね、記憶に新しいわけなんですけれども、現状はね、今4.4から前後かな、のところを行ったり、 来たりという状況で動いておりますけれども、まあ、これを16年前、えー、ですね、これ2007年あたりと同じ水準という形ですよね。で、当時あの2006年6月にですね、F.F.、えー、レート金利はですね5.25%となってからですね、2007年の8月まで約1年2ヶ月というですね、長期にわたって、えー、この。 5%、5.25%をね、維持したという過去があるんですね。まあ、さらにですね、過去30年間の歴史の中で、FRB が最後の利上げを行ってから、利下げ、利下げするまでの時間の平均ですね、これが約9ヶ月弱ということであることから、まあ、雇用や、まあ、その景気指標のですね、まあ、その急激な、その <laughs>、悪化、 えー、などですね、よほどのショックが、まあ、ない限りは早急な利下げはないと、ああ、そのように思われるわけなんですよね。で、もう一つ挙げるとするならば、その、米政府のですね、財政悪化懸念等ですね、この FRB の量的引き締め QT によってですね、米国債の需給がこう緩んでいるわけなんですよね。えー、そんな中ですね、えー、米上院がつなぎ予算を可決したという、えー、話が入ってきました。で、まあ、バイデン大統領が署名したことによってですね、これで政府 閉鎖を回避という形でね、まあ先週はもうエペックが続いてましたんでね、えー、かなり高材料がねもうドドドっとねあのー、出てきたような状況だったわけなんですけども、えー、まそういう状況の中でね、これまあ政府閉鎖も回避したという形でね、まあそういう状況の中でまああとはウクライナやイスラエルの支援っていうのはねこれから集めていく形にはなると思うんですけども、まあ、今後財政の規律を回復するにはね難しい状況が今後も続いていきます。えー、さらにあの直近ではですねこの格付け 会社大手ムーディーズが米国債をネガティブとしたわけなんですけども、まあ、時間がかかってもいずれこう格下げとなる可能性はね非常に高いと言わざるを得ない状況が続いていくということですよね。まあ、つまりこの米国債っていうのは時給面の緩みからですね、やっぱこう米長期金利上昇要因になるということにもなりますので、まあ、すんなりと金利低下株高という構図にはね、えー、こうならないということも考えられますね。ですから引き続き急激なボラが生まれやすい。 相場環境というのはね、まだまだ続いていくんだということを想定しておいた方がよろしいのかな。そのように思いますね。ええー、ナスダック百指数、こちらのチャートになりますね。えー、で、まあ、この。 黄色のですね、えー、まあ、その前に、ブルーのね、この上昇チャンネルの中ずっとこう動いてきたわけなんですけれども、えー、その中で、えー、この7月に天井を打ってからですね、えー、そこから、えー、高値が切り下がってきて、えー、安値がじりじり更新していくというね、緩やかな下降トレンドのパターンに入ってたわけなんですね、えー。で、このパターンはですね、上昇フラッグと申しまして、もうこう滅多にられないフォーメーションなんですよね、えー。上昇トレンド中に、この上昇トレンド中に上の高値が切り 下がってくるのが特徴まあ。まさにこのパターンのケースですよね。えー この、その後にですね、チャンネルラインを上抜けてくる。まあ、今回のこのケースですよね。えー、発生するというものですね。えー、こうなると上昇フラッグえー、の上っぱなれっていう形になります。えー、そうすると再度上昇トレンドが発生していくというものになるんですけども、えー、しかしながらですね、この形のパターンって、まあ、滅多に出ないっていうのもありますし、あとはその騙しも 結構多くあるっていうことなんですよね。えー、仮に直近通貨をこうブレイクした、まあ上をブレイクしてきたわけなんですけども、その一旦こう踏んだ、あ としてもですね、まあ、直近高いのにも迫ってますんでね。まあ、これ一旦踏んだとしても、そこは、そう、ダブルトップという形成というパターンも考えられます。また、MACD もですね、まあ、これゴールデンクロスほんと寸前というところまで来てます。あ反転するかどうかっていうのも大事になってきますけども、まあ、仮にこれ、ゴールデンクロスしたとしても、これすぐに、え、こう、大陰線がつくような形だとか、え、なると、こう、急激にまたすぐデッドクロスっていう形になりますんで、えー、今度は強烈なあ戻、ああ、た叩き売りに合う可能性も出てくるということ ですね。だから現状は非常に難しいところではあるんですけども、一旦戻りを試す相場のところで、えー、この、 高値を、ね、一気に要線をつけて、大要線をつけて抜けていけるかどうか。ね。これが継続できるかどうか。あここがね、非常にやっぱ重要になってくると思うんですよね。一方で、こう、直近高値タッチからですね、えー、こう、陰線がね、こう、ドンとこう入ってくるような形になればですね、えー、相場の状況がれと変わってくると思われます。で、引き続き、まあ、強力なプラの大きい動きにはね、本当にね、注意が必要かなというふうに思いますね。まあ、本当にここ、抜けたところでありますんでね、まあ、買い方は非常に有利という状況な、展開 で、ははありままますけどもね、えー、まだまだねだだを許さないい状況とうのは今後も続いていいいてくのかなという,ふうに思いますで今週のスケジュールなんですけども、21日,21日火曜日にですね、n v i d i a の決算あります。えー、こちらね、非常にまあ、重要なポイントになるかなと思いますけども、前回は決算発表がピークとなってですね、まあ、調整に入っていきました。で、直近でも10連投とね、ナス100指数をですね、まあ、かなり引っ張ってきたようなっていう状況ですよね。で、そういう状況の中で、まあ、あとこの日はね、 1 1日はね、10月の中古住宅販売の発表が、あちょうどあ0時に発表があります。えー、それから FOMC の議事録ですね、えー、前回行われた10月31日から11月1日のですね、開催分の公表も控えております。ねえー、日本時間の先物オプションナイトセッションにはですね、えー、十分に、えー、こう注意が必要な日になってくる,くるのでね、えー、その時の、ね、ポジション取りっていうのを、ね、気をつけておきましょう。 はい、えー、続きましてですね、国内市場をですね、日本株市場を見てみましょう。まあ、米 CPI の結果を受けてですね、ニューヨーク市場の急騰によりですね、国内市場、特にまあ、日経225の指数、寄与度の大きい銘柄、 いやですね、えー、この半導体関連株中心にですね、えー、逆 CPI ショックですね、冒頭にも言いましたけれども、まあ予想となり、えー、日経平均は800円を超える上昇となりましたね。えー、今年最大の上げ幅を記録したということなんですけれども、まあ実際にはですね、日経225、ご記憶トップ10がですね、日経平均を500円以上押し上げていたという、 こともありますまた、値下がりもですね、まあ確か70は、うん、言ってなかったですけど、70弱あったのかな。あーだから全面高といった、225全部上がったっていうようなね、そんな全面高というわけではなかったと思います。で、あの、日経平均の上昇率っていうのが、まあトピックスのほぼ倍となって、 たっていう形になりますので、えー、指数きょう上位への恩恵が大きくてですね、えー、今年最大の上げ幅の恩恵をまあ実際に受けている投資家さんがまあ,あ多くいたわけではないとも言えるのではないかな。まあ、例えば保有株がね、日経上がっているけど保有株が上がらないっていうケースもあのありますけれども、まさにそんなような状況だった方もいらっしゃるのではないかな。そのように感じております。で前回ですね、えー、前回の動画でもですね、えー、上昇への違和感についてまああの冒頭でも。 言ったたんでですけどもも前回でも言いましたこの違和感についてお話しさせてもらってますけれども、あの、先週の上昇についてもね、あのー、こう同じような、この2週連続、この国内市場全般に強いてた、まあ、こう動きではないんですけども、それがね、投資部分別動向からね、えー、ちょっと見えてくるものがあるのかなというふうに思いますね。で、これがですね、えー、っと、うん こちらのね、ちょっとね、グラフを見ていただけたいなというふうに思うんですけども。えー、っと、うん、こちらね、海外投資家の先物と現物の売買移動校のグラフですね、棒グラフの方ですね。えー、で、まあ、ブルーの方が現物、加害市場の現物の売買ですね。それからオレンジの部分に置きました先物の,の売買という形になっておりますね。えー、で ラインチャートの方はですね、これが日経平均株価というような状況になっておりますね。で、この11月の第2週なんですけども、まずこの11月6日から10日ですね、えー、の海外投資家による日本の現物買いと先物合 先物買いの、先物の合計の売買ですね。こちらの方は、うんと、1兆1,142億円の買い越し、大幅な買い越しとなったっていう形でね。日本株買いがね、復活してきた、まあそんな話も出てきてるわけなんですけれども、しかしながら、こう内訳を見るとね、現物が783億円の買い越し、で、先物が1兆359億円の買い越しということになりますので、 で、えっと、これ、ほぼですね、あの、先物買い,いであることが、 わかりますで。で、前回も指摘しているんですけれども、直近の海外税の現物買いが、これで3週連続で買ってはいるものの、すべて1000億以下というようなね、あの、満たない、えー、買いという形で細ってるわけなんですよね。で、えー、先物の,の金額だけが、こう、ドンと、こう、下げたり上げたりっていうような状況が続いてまして、で、まあ、あ 今週もですね、あ、先週もですね、当然あのー、し、 サマさん台に乗っけてきてますのでね、えー、おそらく買ってきてることが想定されるわけなんですけれども、まあそういう状況の中でですね、先物買いが、えー、大きくて現物の買いではないというようなね、状況が見受けられますね。で、あの、現物買いっていうのは一般的にはこう年金などのですね、こう中長期投資による運用も含まれておりますので、えー、まさにこう実弾が入っているということになるわけですよね。で、金額がやっぱ大きく継続的な投資で あればですね、日本外に本腰を入れてきたなっていうのがね、こう、よく分かってくるわけなんですけども、まあ、例えばその今年の3月の第5週から、えっ、ー、と、 6月の第2週までですね、ちょうど日経平均が高値を取ったラインなんですけども、ちょうどその時っていうのは、このチャートで見ていただくとね、ちょっと見にくいかもしれないんですけども、うん、ちょうどこう真ん中あたりですよね、この、ちょうど上の方が買い越しになってる部分なんですけども、現物が、このブルーの買い越しが、非常にこの、 日経平均を上げてくるところにね、まあ当然先物も,も買ってるんですけども、現物もしっかり伴って上がっているのが、この、え、6月の19日までの高値のところでですね、えー、つけているのがね、よくわかると思うんですよね。で、これは12週連続での買いが、なったわけなんですけども、まあ実際これ現物買いが12週連続で買ってきたという形なんですね。実際にその当時の日経平均の上昇っていうのはね、まあこのような形になってるっていうのをね、まあ覚えていらっしゃる方もね、非常に多い 多いいと思いますでは、今回のように先物中心での売買はどうかということなんですけども、えー、この場合はですね、短期目線での売買や、この SQ や、このノックアウトポジションへのね、えー、向けての こう、投機的なこのトレードも含まれているということが予想をされますね。えー、そういう状況の中、また、あと、最低取引ですよね。まあ、二つの商品や市場などの間で生じた、こう、価格差ね。価格差を利用して、こう、利益を得ようとする、と、えー、いうとこ、取引のことなんですけども、最低取引ですね。まあ、そういった部分もあるにせよですね、先物においては短期的な動きをすることが非常に多くてですね、あのー、 額が大きくなると、その反動もまた大きくなるということに注意しなければいけません。まあ、グラフではですね、この3月のこの第2週に、こう、1兆7千億円の、こう、買い越しをしたところがあるんですね。で、その翌週に、えー、まあ、あの時、その銀行のね、あの、米国のシリコンバレーショックですとかね、まあ、そういったところがありましたので、その時は1兆8千4 4億円の売り越しと急ぎにね、このオレンジの棒が下にドーンと伸びているところありますけれども、このように売って、 で、日経平均が急落しているというような状況になりましたね。で、直近ではですね、ここ大きくオレンジが出ているのはこの9月の第4週と10月の第1週で、えー、これは1兆円を超える売り越しを2週連続続けまして、えー、これ2週連続で合計すると約3兆円の売り越しが出たんですね。その時、この紫の ブラインチャートどうなってるかということですよね、えー。10月末に向けて大きく下げていきましたよね。ですから、あーこの前、今回ですね、この、 えー、上昇はですね。まあ、ですから、実弾によるものではなく、まあ、今、このオレンジの線がこう、一番右側にね、こう、立っているのが、この1兆円の買い越しになるわけなんですけども、あこの先物中心の買いであるためにですね、これがですね、まあ、継続的に、こう、買っていくものではなく、短期的にそれを売却するという状況が考えられる。まあ、大きくフラッサレスをになりかねないということになりますね。ですから、直近、こう、見てもらってわかるんですけど、結構先物取引が、まあ、 この9月、10月の3 2週間で3兆円の売りもそうなんだけれども、あのボラを大きくしているのがねもう圧倒的これ先物の,の売買という形になりますね。えーあのー、先物市場というのはマーケットの多い時で約8割近くが、その 海外投資家であります。ね。ですから、マーケットインパクトが非常に、まあ、大きいということが、まあ、分かっていけていただけるのではないかなというふうに思いますね。まあ、あの、手口がね、詳細にこう、11月6日から見れなくなってしまったので、まあ、受給動向の分析はより重要とこう、なってくるわけなんですけれども、前回もお伝えした、この上昇に対するこう、違和感という部分において言うと、今回は受給面からさらにね、深掘りして解説してみました。ね。えー、参考にしていただければというふうに思っておりますね。で、実際にこう、チャートの方、 そうなんですけれどもこちらの方に戻りますね。えー、っとこちらですね <laughs> これは日経、えーっと、先ほど出てきたよこれ日経225の方ですね、えー。こちらの方のチャートになります。日経平均株価の方ですね。いう形ですけれども、先ほどナスダク100チャートで。えー 説明したこの上昇フラッグの件ですね。これも日,日経平均もですね、日経22 5も同じような展開になっているんですけども、そのフラッグに騙しがあるという話もね、さっきさせてもらいましたけど、まさにこの騙しっていうのが、この9月の時ですね。この、えー、ブルーのところのですね、上昇フラッグの中の一旦こう上抜けた時があるんですね。これが9月の11、 一日の週になるんですけれども、ですからこの週は一回抜けてきたんだけれども、その次の週に大音、大陰線をつけて、そのままこのフラッグの中の状況に戻ってきてしまったという形ですね。で、今回もまたこの上昇、下降上昇フラッグの中の、下降トレンドの中の、えー 条件を抜けてきた状況になりまして。えー、まさにですね、えー、今、9月の同じような水準まで来た。ね。で、直近のこの6月につけた高値っていうのがね、えー、33,772円ですから、えー、これまでね、あともう少しというところまで来てるわけなんですよね。うん。ですから、まあ、ここですね、今、まあ、継続して、やはり上昇していくためにはですね、やはりこの実弾の会、えー、現物の買いが継続できるかどうかっていうのがね、かかってくるのではないかなというふうに思ってます。ね。当然 こう、現物買いがね、ついてくれば、目先の小さな高加工トレンドが一旦否定されてですね、上昇トレンドに転換、もしくは持ち合い相場になる可能性っていうのも出てくるんですけれども、現状ではですね、海外投資家が本腰を入れて現物を買いを 入ってくるかどうかを見極めていくっていうところでね、でも非常にね、難しいタイミングになってくるのかなというふうに思っております。私はこの先物買いの処理がね、近いうちに、まあ当然、まあ短期で動くということを想定するとですね、えー、この先物買いの、あの、反対売買ですね、これが出てくると思いますので、まあ、上値追いには注意が必要であると想定はしておりますけれども、あのー、その辺をね、えー、今週の動きね、まあ、 さらにまあ、ボラがね、出ることも当然想定されますんでですね。えー、その辺はね、注意して見ていく必要性があるのかな。えー、そのように思っております。 はい。それではですね、個別銘柄の方に参りましょう。えー、まあ、全体相場がですね、えー、こう、重要なポイントに差し掛かっていましたんでね、ちょっとまあ重点的にお話しさせてもらってましたけれども、まあ、先ほども言ったようにですね、この上昇相場2件22個、95度上位恩恵相場でありましてですね、すべてに資金が回っているわけではないんですけれども、まあ、そんな中直近、<laughs> すいません、えー、直近解説していました、えー、柄たちタッチのその後を追ってみたい。 と思いますねえー。まずは絶好調の6920レーザーテックですよね。3枚1260円360円高という形でね。週末を終えております。えっ、ー、とチャートはね。ちょっとこのような動きになってますね。まあ、週末17日3枚1630までねえー、抜けてきましたよ。ということで、ね、まあ、綺麗に2日線に沿ってね。上がってるような状況でありますよね。やはりですね。あの出来高もですねえー。このように1000万株以上ずっと。やって おりますっていうところがあ え、一点ですね。ありますね。人気株は継続しているということですね。まあ、それからですね、やっぱり、こう、退職倍率ですよね。昨日、まあ、その先週も0.55倍という形になりまして、まあ、一時1倍超えたこともあったんですけど、さらにまたタイトになってきた。逆比膚もついてる、えー。そういう状況の中でですね、えー、少しでも下がればね、売り方買い戻していく感じ。ね、抜ければ買い方踏み上げる。ね、そういった状況の中でですね、やはりその、売り算がこう、増えてくるっていうことは、まあ、時給が、高時給であるということが、 言えますので、えー、引き続きですね、えー タイトな時給の中で、まあ非常に買い方もですね、さらにそこに追随してくるという形になりますんでですね。まあこう、5日線をこう割り込んでくるときっていうのがね、ちょっと一旦気をつけなければいけない。まあそう、5日線がこうに沿ってね、日経、あの、日経、あの、日足がこう動いてるわけですけども、5日線の下にこう、日足がね、潜り込んでくるような局面っていうのはね、ちょっとやっぱ帰り、25日線との帰りもやっぱ大きくなってきてるので、やっぱそういったところっていうのはね、一旦ちょっと緩む可能性があるので、ちょっと気をつけていただければな、そのように思ってますね。 一方で、えっ、ー、と、9984のですね、ソフトバンクグループの方なんですけども、やはりその、えー、まあ、週末6073円ですね、39円安という形で動いてますけども、このようなチャートになってますよね。で、まあ、あのー、 まあ大きく決算を突っ込んだわけなんですけれども、ポイントになるのはね、まあすぐ切り替えしてこれるかどうかっていうのはね、やっぱりダラダラとですね、戻しても、え、売られ、戻しても売られっていう形の下降トレンドのパターンっていうのが今現状続いておるわけですけれども、今ようやくね、こう、まあナスダック、 もですね、まあ大きく戻しておりますね。ハイテク株中心にですね、まあ、じゃあ上昇してきているところを踏まえですね、まあ SBG もですね、ソフトバンクビジョンの方の期待っていうのがね、まあ高まっているのかどうかっていうことなんですけども、まあ実際に切り返し入ってきました。しかしながらここね、今、ちょうど11月もそう、11、えー、10月もそう、9月もそうなんですけども、やはりそのどんどんどん,どん高値がこう切り下がってきているのがやはり気になりますよね。えー、ここでですね、しっかり25日線をまず来週取ってくるということですね。 えー、そうしますとですね、11月につけた高値6464円っていうのね、ありますけど、ここをね、やっぱり、えー、突破できるかどうか。まあ私はね、まあここまでもう仮に戻したとしてもね、ちょっとやっぱり持ち合い相場続くのではないかな、そのように思いますね。えー、一気にね、えー、ちょっと反転していくのはちょっと難しい状況かな、そのように今のところは思いますね。それから6594の2デックですね。6594。うん デックえー、こちらの方もですね、えー、動画の方でですね、えー、3回前ぐらいかな ?3 週前ぐらいにあの動画で解説さ,させていただいておりますのでね、あの、まだの方はぜひ見ていただければというふうに思うんですけども、やはりね、この下っ離れた後ですね、えー、この先の状況がこう見えづらい、えー、決算発表の内容の中でですね、この、 えー、ev 市場への偏りっていう部分がね、そこからの脱出っていうのはね、なかなかこう見えづらい状況っていうのはね、マーケットも語ってるんじゃないかなと思いますね。一回こう、下っ離れた状況の中でですね、これがね、横横がついてくケースっていうのは非常にあると思います、えー。これはなぜかというと、やはりその崩されてしまった人たちっていうのは、その信用改ざんこれ上で残ったまんまなんですよね。ですからここを処理するまでにまた半年近くまたかかってくる可能性があります。ですからこう、落とされた時にすぐにやっぱ切り返せ れば、えー、信用のしこりっていうのは解消される可能性一部解消される可能性は出てくるんですが、えー、下がってからぐにゃっとね横横になるケースっていうのはねやっぱりこう時間的調整っていうのがね、えー、時間と日柄の調整っていうのがあやっぱりね必要になってくると思ってますね、えー、そうなるとね、えー、かなりこの下値圏安値圏での横ばいというところがですね、えー、これから入っていくのかなまあ、ここで止まれば価格の調整は終わりましたあとは時間と日柄の調整ですよという形ですね 出来高がね、もうね、こう、も、ま、う、あ、ちょっとかなり瀕死の状況ですよね。えー、もう、一旦、こう、り場狙いもですね、諦めたのかね、まあ、ちょっと、えー、短期筋もちょっと逃げていっちゃったな、そんな状況なんでですね、しばらくちょっと目が向けられるまで時間がかかるかな、えー、そのように思います。はい、それからですね、えー、この、先週もですね、このグロース250指数についてもね、少し話させてもらったんですけど、えー、海外投資家さんはですね、 現物で、こう、額はまだ大きくないんですけどね。あのー、2週連続で買い越してきたんですよね。ですから、まあ、えー、状況的にはですね、だいぶ、こう、まあ、投げも出たのかな、という形。 だと思いますし、まあ、12月、ま、換金売りがあるんじゃないかという、そんな声も聞こえますけどね、今年はですね、かなり厳しい状況だったので、あのー、そこまでのね、換金売りが出てくるのかどうかなっていうところもあるんですけど、仮にま、出たとしてもね、まあ、いよいよこの11月末か12月に向けてですね、まあ、本腰入れてこう足場を固めてくるような動きになれればですね、まあ、来年2024年以降ね、ちょっとね、この新興市場の年が来てもいいんじゃないかな、まあ、サイクル的にはそんなような感じもします。えー、そういう状況の中でですね、えー えー、9522ですね。リニューアブルジャパンですね。えー、これは決算、第三半期の決算発表となりましたんでね、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってるわけなんですけども、まあ週末終わりでね、えー、まあ決算をパッとしてない動きなんですけどもね、まあこの内容を受けてですね、まあちょっと変われない状況なのかどうかっていうのはですね、まあいささかこう疑問が残るようなね、非常にまあ悪くない決算だったと思いますよ。で、状況的にはですね、ちょっとまあ追っていきたいところです。 ですけども第三四半期決算説明資料になります、えー、創業以来の大きなトピックスということでまあこれでは前回も、えー、このん前回ねこう IR 出てましたけども東急不動産とかですね、えー ビジネスパートナーということでね。まあもともと資本業務提携しているわけなんですけどね。えー、海外向けて、えー、もう含めてですね、えー。今後ビジネスパートナーとしてですね、えー。動いてきますよということですね。で、これはまあ、 リニューアブルジャパンがですね、12年間で1ギガワット作ってきたことをね、東急不動産とビジネスパートナーとなって、これを3年で、もう3年で、約3年の目標でやりますよというね、そんな状況であります。えー、まあ、え、累計、これは2ギガワット以上の案件、相談、パイプラインを多数ありますよという形でね、かなりやっぱり引き合いがね、多く増えてきたということが言えると思います。現地法人ですね。えー、それからですね、えー えー、5ページから6ページ。うん、こちらの方ですね。えー、循環モデル、えー、ですね。海外、えー、事業循環モデルに若干の変更がありましたということです。えー、借り入れから、えー、購入、保有してから、この売却までのこの期間ですね。えー、この期間がたいその、まあ短くて、この半月から半年から、こう、1年半ぐらい、えー、かかっていた。まあ長いものでも1年半ぐらいだったものをですね、保有してから売却までの、えー、時間をですね、より 短いタームで動かしていこうとする循環モデルの加速化をしていく流れに変更していくという話なんですよねで、フロー収入のこう最大化という形を目指すという形で、えー、こう来期以降ですねこのピッチを早めていこうというような形になるということですねつまり収入が上がっていくという新しいビジネスモデルを目指しますという形ですねこれも1ギガバットにこだわらずですね案件があるならたくさん買っ あってですね、その案件を投資家さんに売って、また案件を買うという流れとなりますよね。だから引き続きですね、このバランスシートを抑えた事業を推進しますよ。大体まあ今、1700億円程度のバランスシートを維持しながら、つまり借金を増やさずに循環モデルを駆使して事業を推進していきますよということですね。まあ,あの本当にスペインではですね、その事業の拡大っていうのをね、今後非常にあの、東急不動産がビジネスパートになった、 ことによってですね、えー、さらに加速していくのではないかなというふうに思われます。スペイン政府目標日ですね、2030年、えー、30ギガワットからですね、今年6月に情報修正しております。えー、これ76ギガワット、えー、約倍近くになってるんですよね。えー、で、今後市場規模拡大もですね、えー、さらにこう追い風になっていくのではないかなというふうに思われます。えー、続きましてですね、えー、13ページ、えー、っと、うんまあ、まずですね、当期純利益になりますね、えー。こちらの方はですね、 10.8億円という形になりますね。でこれあのー まあ、その予想、通期予想7.5件に対して、もう通期進捗率145%という形になってますね。で、まあ、情報修正はまだなのかということなんですけども、こちら13ページに出てます。え、フロン収益ですけども、死亡パンドの売却が削れとなりましたという形ですね。まあ、大体3級に早ければ3級出るんではないかなと、私もこの動画でもお話させてもらってましたけども、まあ、あの、実際にですね、4級での売却となりそうかなという形ですね。で、そういう状況から これ見ますとですね、えー、まあこのもう10、11、12ですよね。もう11月終わりですから、いよいよそろそろタイミング的にはどうなのかなという形でありますね。えー、で、そういう状況になりますとね、ちょっとその、 フローにおいてね、ちょっと若干遅れてるとこがあります。ストックにおいてはね、月々の、えー、即収入においてはですね、えぇ、ー、に推移しております。えー、93%ね、通期進捗に対してもう達成してますんでね。えー、これも、まあ、ほぼ達成間違いないでしょうと。あ、間違いないと言っちゃいけないですね。あ、ほぼ達成が硬いかなというところですね。で、そういう状況の中で、通期進捗率が、こう58、58%であるフローの方ですね。これもやっぱ売却すればですね、えー、このようにフロー収益の方がですね、100% を超えてくるという形になります、えー、ですから、売上高あの見込み、売上総利益ともにですね、進食率100%を超えるような状況になりますよ。そのように言っておりますね。で、ストックにおいてもそうですね、この辺も問題ないでしょう。で,ですから、まあ、情報修正が、その死亡ファンドとの売却と同時にですね、こう出てくるという形になるのかなというふうに思います。えー、そういう状況の中でですね、まあ、あ ビジネスモデル等はですね、まあ、過去の動画でも話しておりますし、えー、詳しくはリニューアブルジャパンのですね、えー、真鍋社長のですね、えー、動画が詳しく出ておりますのでね、あの、15、6分、17分、う方でありますね、コンパクトにまとまってます。非常にわかりやすい動画になってますのでね、お時間あれば、あの、見ていただければな、というふうに思っておりますけれども、まあ、中期経営計画の方ですね、まあ、ここに向けてという形ですけれども、えー、まあ、えー、今の進捗 状況から考えると、ですねこの25年の14億円の目標というのは、ですねまあ、これを確実にこう目指していくのはあ当然のことという話だったんですけれども、えー、しかしながらこれ、ね、状況から踏まえても、ですねこの進捗状況がまあ非常にいいものですから、またその先ほども言ったように、ですね海外事業でのですね、こう、えー 保有から売却までのタームをどんどんこう早めていくっていう状況も考えて言うとですね。まあフローでの収入っていうのがね、こうさらにあの今後も増えていく可能性というのも当然ありますしね。まあそういった状況からね、えー、踏まえていくとですね。 この25年までの目標をこう前倒しという可能性もね、当然のことならこう、まあ、出てきてもおかしくないのかなというふうに思いますね、えー。そういう状況の中でね、なんかかしら,あら来季に向けてのね、あのまたあの新しいね、こう発表等っていうのもね、IR にね、ぜひ、えー、期待しながらですね、見ていければな、とそのように思ってますね。まあ特にね、この海外事業の案件に関してはね、非常に楽しみだなというふうに思っておりますけどもね、えー、詳しくはね、この説明資料の方に に出ておりますんでですねぜひご覧になっていただければなそのように思っております はい。それで、チャートの方に戻りますとですね、えー、このような動きになってますね。まあ、あの、ダブルトップという形ね、結果的には8月9月のね、ダブルトップからですね、ネックラインを下回って下っ離れてしまったという状況になりました。まあ、あの、空売りのですね、期間の空売り等も入ってましたんでね、えー、ちょっと潰された感が非常にありますけれどもね、まあ、えー、PR もですね、30倍前後というところまで迫ってきてますんでね、まあ、かなり 押したなまあ、40倍割れのところ、1000割れのところはね、まあ非常にこう買われてたところもあったんですけれども、まあ,あ、この900円、1000円のラインからですね、もう一段下引き下げられた、そんな状況ですよね。まあ、ここ、まあ、見方によってはですね、トリプルボトム、1、2、3とですね、7、8、あえっ、ー、と、この四月と10月とこの11月のところですよね、ここで、まあ一旦こう下髭つけて、こう、週末終わった状況でありますけどね、えー、しっかりと足場を固めることができるのであれば、ね、 ねえー、次のね、えー、上昇へ向けてのタイミングまあだいぶね投げも出たんじゃないですかね出来高も細りましたねえー、ここからね、えー、挽回をねぜひ期待していきたいところかなそのうよう,うに思っております。はい、ということで今日の阿部隆の「投資 TV」はいかがだったでしょうか 日経平均非常に難しい状況が迫ってまいりました。ね。高値を抜けてくるのか、抜けたとしてもそれが騙しになる可能性もある。ね。現物がついてくるのか、それとも先物の買いが短期的に一過性で終わるのかどうか、非常に見極めるのに重要なポイントになってきます。ね。そういったところも含めましてですね、また、次回でも全体相場の方をね、取り上げていきたいなというふうに思っておりますけどね、皆様のその口座状況の中身によってもですね、ポジションの変動と変わってくると思います。ここで1 注意しなければいけないことがありますね、えー。注意しなきゃいけないのはですね、強いからといって、えー、そこの上根を追っていく効果。 形または、えー、安いからといってそこを突っ込んだところで売っていく形とかですね、えー、順張り的思考だとですね今ね本当にあの海外の先物のポジションによって大きく振らされて、えー、やられてしまう可能性がありますねそういったところというのは非常にまあ、注意が必要なのかなというふうに思いますね、えー、そういったところね逆張り的な対処っていうのがね非常に重要になってくるのかなそのように思っておりますね、えー、個別銘柄も年末相場に向けてですねあとぞようなね短期的に大きな動きが出てくる銘柄も も今後出てくることも想定されます、ね、決算出揃いいましたたんでね、まあ、そういったところも,もう、ね、私たちもアレス投資ですね12月そばラスト1ヶ月月ラトヶちょっとになりますけどもね、まあ、ちょっとイベントなんかもね、企画しておりますのでね、決まりましたらまた皆様にご報告したいなというふうに思っておりますね。えー、そういったところも含めまして、えー、今年もね、あとわずかになってまいりましたけどもね、えー、しっかり利益を取って終わりたいなというふうに思っております、えー。それではですね、今日の安倍隆の投資 TV は以上となります。また来週お会いいたしましょう。本日もありがとうございました。 また来週。